Feather Step Bounce Fall Away With Weave Ending Fall Away Reverse and Slip Pivot リバースターンの1から3歩バックチェックベーシックウィーブの1から4歩レフトサイドチェッククロススイブルセイムフットランジステーショナリーピボットテレスピンライトランジヒールプル&ホバーフェザースリーフォーアウェイバックワードカービング3ステップカービング3ステップレフトウィスクツイストエンディングフェザーフィニッシュダブルリバースピンオーバースピンスローアウェイオーバースウェイホバー 2PP ランニングフェザーナチュラルピボットフェザーステップ Slow, quick, quick, slow and quick, 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 slow and quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, 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 slow, slow, slow and quick, 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 quick and quick, slow, slow, quick, 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 quick.Quick, quick, 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 slow. Quick, 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 slow. Quick and quick, 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 slow. Quick, quick, slow and quick, slow, 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 slow. Slow, quick, quick, slow and quick, 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 slow, quick, quick.それではスローフォックストロットの内容についてお話を進めていきたいと思います、今回のスローフォックストロットのアマルガメーションの中に、フォールアウェイと名のつくフィガーが、たくさん入っています、ワルツでも出てきましたフォールアウェイ&スリップピボット、そしてバウンスフォールアウェイ、そしてスリーフォールアウェイというですね、3つのフィガーが今回のアマルガメーションの中に組み入れられています。このフォールアウェイという名前がついていますから、ワルツのところでもご説明しましたように PP で交代するフィガーには違いがありませんが、その他の動きですねに、特徴的なそれぞれのフィガーに特徴的な動きがありますので、その3つのフォールアウェイのですね、相違点についてちょっと解説をしていきたいと思います。まずフォールアウェイリバース&スリップピボットはワルツでお話ししましたので、まずバウンスフォールアウェイからお話をしたいと思うんですが、バウンスフォールアウェイというのはその名の通りバウンスといいます。こういう跳ねるような動作ですね。こういう上下運動を伴ったフォールアウェイ PP で交代していくというフィガーになります。フォールアウェイリバース&スリップピボットで説明しましたように、男性の左回転によって PP になることには間違いないんですけれども、その後にですね、バウンスを伴う動作ですね、ちょっと一人でやってみたいと思うんですが、こういうようなですね、バウンスこう跳ねるような動作を伴っていきます。そしてですね、もう一つはですね、女性がフォールアウェイで交代した後、クローズポジションに戻ります。クローズポジションに戻りますが、今回の、バウンスフォールアウェイといいますのはワルツで出てきましたスリップピボットとは違い、女性にピボットという動作がありません。女性はクローズに戻るときには、足の裏が回転しないわけですね。ちょっとお見せしたいと思うんですが、フォールアウェイリバース&スリップピボットは女性の足の裏がこのように、ピボット回転しますが、バウンスフォールアウェイの場合はクローズに入るクローズポジションに戻るときには女性の足にはご覧のように今、ピボットの動作がなかったですね。このような違いがあります。プラスそしてこのような、波を打つようなバウンスのアクションを、表現するとそのフォックストロットらしい、ゆったりとした感じが表現できると思います。次に、
3-4 アウェイなんですが、この3-4アウェイも同じく PP で交代していくんですが、今度は3つの4アウェイが、こう連続して、行われるんですけれども、この2つ目の4アウェイのところにですね、ちょっと今までにはなかった、4アウェイの形が出てきます。と言いますのは、PP ですね、 PP は男性と女性が V 字の形に開いた形を指すんですけれども、男性と女性が同じ V 字に開いても、反対の V 字ですね、これを反対の PP ということでカウンタープロムナードポジション CPP というふうに言うんですけれども、このポジションで交代をするという、ステップが2つ目のフォーラウェイに出てくるのがこの3フォーラウェイです。で、ちょっとお見せしたいと思うんですが、まず一つ目は、普通の PP の普通の PP で交代しますね。で、次この二つ目のこのフォーラウェイですね。で、この時にちょっと角度を変えますと、こういう形に立っていますね。これ、PP の反対の形 CPP と言いますが、これもしもホールドを男女こう変えてみますと、私が女性の PP になっている、女性が男性の PP、 つまり男女逆転の PP になったのが、CPP、カウンター PP と呼ばれます。で、この状態で交代する、のが2つ目のフォーラウェイです、ですがカウンターフォーラウェイというふうに呼ばれますが、この時にですね、男性の方は注意していただきたいんですが、やはり男性の方はこう LOD 方向に流れていく、雄大なフィガーですので、LOD の方にたくさんたくさん動きたいという気持ちが、大きくなるあまりにですね、このフォーラウェイ、ごめんなさい、CPP の形をですね、忘れてしまう方がいるんですね。どのようになっているかといいますと、ちょっとお見せしますと、はい、一つ目ですね。で、二つ目がですね、このようにですね、次に行きたい方向にこう向いてしまいたい、で、その左側が女性から離れてしまいまして、その CPP の形が、崩れてしまうっていうのをよく見かけます。ですから男性の方は2つ目のフォーラウェイの時には左側を女性からこう離さないように女性に与えています。与えながら、CPP で交代をします。交代をしますが、次も LOD の方向に運動が続いていきますので、男性はこのフォーラウェイで交代する右足のつま先をですね、次の方向にこう向ける準備ですね、つま先を向ける準備をして、このフォーラウェイの形を作ると、次の3つ目のフォーラウェイにスムースに入っていけると思います。で、もう一つですね、この3ステップで、3フォーラウェイで、この他のフォーラウェイと違う特色が、スウェイです。フォーラウェイリバース&スリップピボットと、バウンスフォーラウェイは、テクニック的にはノースウェイで、フォーラウェイを踊りますが、この3フォーラウェイは、大きな、シェイプスウェイをかけます。ですから、女性の表現もですね、ネックがですね右に向きます。はい、このように今一つ目のフォーラウェイで女性のネックが右にこう返ったのがご覧いただけたと思いますが、フォーラウェイリバース&スリップピボットはノースウェイで踊られますので、女性は左を見たまま踊られます。はい、ですから、女性からしてみれば、まあ、PP なわけですね。 PP なわけなんですけれども、PP はまあ通常女性は右を向く形になると思うんですけれども、この場合は女性は右を向かないわけですね。と言いますのは、女性は交代をしているだけですね。交代をしているだけでこうスウェイがないので、女性には右を向きたくなるような、動作が生まれていないということになります。ですから同じフォーラウェイという名前のついたフィガー、フォーラウェイリバース&スリップピボット、そしてバウンスフォーラウェイ、スリーフォーラウェイ、それぞれ趣の違った、その違いをですね、ぜひ皆さんも、こういったことを注意していただいて、その、表現方法、それぞれ違った雰囲気になるように、皆さんも、注意して練習してみてください。はい、それではスローフォックストロットのフィガーで、もう一つ、説明をしたいと思います。次に説明しますフィガーは、テレスピンです。
このテレスピンというフィガーは、これも大変ポピュラーなフィガーで、フォックストロットに限らずワルツやタンゴ、クイックでも踊られますね、つまりもう全種目にわたって使われている大変ポピュラー人気の高いフィガーです。ぜひこのフィガーをですね、皆さん練習して、うまく取り入れれるようにしてください。ではこのテレスピンなんですが、この成り立ちからちょっとお話をしたいと思うんですが、テレスピンの、原型となっているものはですね、フォックストロットのリバースターン、フェザーステップの後に、女性が、左回転のヒールターンを行い、男性が右足後退からフェザーステップの2歩3歩へつなげていく、6歩からなるフィガーですね、リバースターン。でこのリバースターンを踊るときにですね、この男性は女性をヒールターンさせた後、LOD に背面して終わるわけなんですが、この時に男性が勢い余って LOD に背面することができなかった、LOD に背面するにこう留まれなかった時にですね、このテレスピンが生まれたわけなんですけれども、女性はヒールターンをしてですね、このままフェザーフィニッシュへつなげていくために右足を LOD に前進していきたいんですね。でその時に男性が、ちょっと回りすぎてですね、女性が前進するスペースがちょっとできすぎちゃったわけですね。リバースターンですと、女性がヒールターンした後にこのように LOD 方向へ前進を、続けていきます。でこの時に男性がちょっとたくさん回りすぎてしまいました、あまりにこのように場所が空いて、女性がですね、いわばこうちょっとこうおっとっとっていう風にね、トトトっていう風に、足が出てしまう、そのような成り立ちでテレスピンができています。この時にですね、女性はですね、本当だったらスロークイッククイック、次の足をスローという風にステップしたいんですが、タイミングで言いますとクイックイックウィケンっていう風に、こう足がですね早くステップされるようになってしまったわけです。このような感じで踊ります。そうしますと、女性が今度おっとっとっていきますね。そうすると男性はそのおっとっとっていった女性に今度また引っ張られそうになります。で引っ張られそうになるのを止めますと、そこでまたその止めたエネルギーによって回転が生まれて、このようにフェザーフィニッシュにつながっていったという成り立ちがあります。ちょっとお見せしますと、リバースターンをしようとしたんですが、音とウィッとなってフェザーステップに、フェザーフィニッシュへつながったというこういう成り立ちになっています。で今回はこのフェザーフィニッシュに入らないで、終わりをライトランジという形で終わっています。ちょっとお見せしますと、女性がテレスピンを踊った後に、テレスピンを踊った後にライトランジというね、こういう形で終わっています。でテレスピンの後の後続のフィガーは、今のようにランジをしたり、さらに左回転を続けたり、フェザーフィニッシュを踊ったりといろんなバリエーションがありますので、いろいろ皆さん、この組み合わせをですね、いろいろ工夫して、皆さんなりの、フィガーアマルガメーション作りに、お役立ていただけたらいいかなと思います。はい、テレスピンで女性の方に気をつけていただきたい点をお話しいたします。まずはじめにそのリバースターンが、オーバーターンをしてしまっておっとっとってなってテレスピンに、なったという話が先ほどありましたけれども、本当に、おっとっとっていうふうにね、上からこう突っ込んでいる女性がすごく多いので、そうならないようにまずちゃんとヒールターンの部分ですね、ヒールターンの後退して足をクローズした後なんですが、この時に膝の運動、足首の運動をうまく使って自分の重心移動をしっかりしてから次の右足のステップをするようにしてください。このままヒールターンだからといってこのままスポットで止まったままボンとから足を出してしまうと上から突っ込む原因になりますので、重心移動をしっかりして、その時に
もう一つ大切なのは、上半身は男性といつも向かい合ってなければいけないので、男性がこう回転していくのに合わせて、ショルダーが向き合うように回転を継続します。回転を継続しながら足をステップいたします。そして、そこでピボットの運動をするんですが、そのピボットの運動をするときには逆に、上半身はあまり回さないように、下半身と言いますか、足の裏ですね、足の裏をしっかり回転して、ここでもやはり男性と向かい合った状態、ショルダーは向かい合った状態をキープしてライトランジに入るようにしてください。一度やってみます。ここで重心移動をして、ボディ上半身は、向き合いながら足を前進し、次に足の裏の回転を行います。もう一度やってみます。はい、このように、上半身を、主に回転するときと足の裏を回転するときのしっかりと差をつけて、男性と向かい合った状態をキープして踊れるように練習してみてください。